皆さん、痛い目見ないと気づけないこと多いんですよ。でね、なんか、たびたび出てくるんですけども、3つの T っていうのがあるんですよ。逮捕とかね、大病とか、倒産とか。この3つを体験したときにえ、自分の防衛力ってのは、さらにアップするんでしょうね、きっと、リスクヘッジっていうか。もしくはそこでもう、ジ・エンドになる人もいますよね。 だから小さいダメージを受け続けるってことは、うん、結構ね小さい進化には欠かせないのかなと思いますよねだからといって自らわざわざあの危ないことに首突っ込む必要はないんですけども手を広げすぎるとほらあのダメになった時に取り返しがつかなくなるみたいなのはよく事業でもありますよねなんかすごく店舗を増やしていって出店出店していってでいざダメになった時にはもう資金がもうどこにもなくって。 一気にドーンと焦げいいちゃうみたいなね、まあ、だから立ち直れるようなダメージっていうのがポイントなのかなと思いますね、うん。あまりにもでかいダメージ食らうと本当にやばくなっちゃうんですけどもね、まあ、例えばあの会社に勤めてそこであまりにも高いノルマを設定されてそれが達成できなかったらちょっとね精神的にまいて鬱になっちゃうみたいなこともあるかもしれませんしまあでもねあの 10個の取り組みのうちに3つぐらいダメだったとかだったらまだ取り返しがつくとかねだからなんかこう自分の目標設定っていうのは高ければ高いほどいいんですけどもうん、なんかそこも目標設定のセンスとかあるかなと思いますよね絶対達成できそうにないような目標設定をしちゃうと挫折感ばっかりを味わっちゃうんでやっぱりねあの 自己肯定感っていうのは少し持った方がいいかなと思います。これね自己肯定感ってねあの持つやつはもう全部持っちゃうからよくないんですよこれが。自己肯定感を2つか3つ持ってで、自己否定感を7つとか8つ持つ、まあ、このバランスってみんな違うんですけどもこれを上手にやるとあのどんな時でも迂かつにならないしかといって、えーまあ、自信も失わないっていうかね。 行動原理をなくさずに済むかなっていうふうな、いいバランスでやっていけるんじゃないかなと思いますよね。うん、そのなんか、せめぎ合いなのかなって気がしますね。はい。まあ、いろいろと失敗して気づかされること多いですね。はいえー、お疲れ様です。いってらっしゃい。